ますね。どんどん登っていくと見える景色も変わるんです。プロデューサーさんやみんなと登る山道は驚きや喜びでいっぱいで、とーっても楽しいです。だからこれからもみんなで楽しく朗らかに登っていきましょう。プロデューサーさん、プロデューサーさん、質問なんですけど、中華丼って中国語でなんていうか知ってますか？行ってきます。指切りゲーム。